ファンタジーとゲーム史っていうのは、やっぱりちょっともう一つ、一面的に語られすぎている感っていうのが、なきにしもあらずなので、あ、私が配ったやつ。いっぱいあるこれ、いかなくて。はい。コマイジのやつ。そう、コマイジのやつが。ゼラズニーの2作。これですね。はい。ロジャーゼラズニーって皆さん読んだことあります？光の王とかね。わかんない、コンラント。はい。子供の時に読んだような記憶も一つぐらいあるけど。はい。ギルビッシュっていうのと、あとは、もう一つ、ボルテッドス。テッドスか。という2シリーズがありまして、これちょっとですね、解説が必要かもしれません。読めばわかるんだけど、文脈については解説があった方が、多分これ来週頭ぐらいに公開になるんですけど、ゼラズニーっていうのは、こう、有名なのが、光のローズ・オブ・ライトというもので、これは日本の漫画のとかでも非常に、まあ、パクられてって言い方は良くないですけど、モデルになってますし、ゲームでもね、いろいろ、ブルーフォレスト物語とかに影響を与えてるわけです。これどういう話かって、遠未来。遠未来の、話なんですけど、みんなですね、半分神になってる。その神がですね、インドの神々のイメージで未来人が神になっているっていう話。ロード・ブライトってのは、こう、良くも悪くもですね、強い影響を与えている作品なんですけど、こう、ゼラズニーっていうのは、非常に、こう、アメリカンニューウェーブの流れに乗ってですね、SF の、より、スタイリッシュなエンターテインメントとしての SF っていうのを問い直したっていう見立てになっていて、昔みんなゼラズニー好きだったよね、みたいな形で、こう、日本の評論家たちは語ることが多いんだけど、その中では、ゼラズニーがファンタジーには強い影響を与えたっていうのが、非常に軽視されているんですね。でゼラズニーっていうのは、日本のゲーム史、日本じゃない、英語圏でのゲーム史においても、非常に強い影響を与えている。例えば、モンセギュール1244って、ニューゲームズオーダーさんから出す準備してますが、あれはナラティブとか描写駆動とか言われるシステムなんですが、もともとはアンバーダイスレスロールプレイってやつがあってですね、たまに言及されますけど、アンバーっていうのは、ロジャーゼラズニーのアンバー。そこから来てる。アンバーシリーズって70年代のゼラズニーの代表作。でゼラズニーの作って遠未来において神話が復活するってのは一つのキーワードなんですが、アンバーってそれは集大成、商業的にも大成功している。という話なんですね。でゼラズニーっていうのはインテリで、ルネサスキーの演劇を研究していて、修士号を取っている。で、役人をやりながら小説を書いて、それをブレイクしたって人なんですね。で、ゼラズニーの短編の代表作は、伝道の書に捧げるバラっていうですね、すごい傷あったらしいタイトルの短編で、これ名作ですけど、リルケを研究している詩人の主人公が火星に行ってですね、行くという、こう、一見関係ないものがですね、融合している作風であります。で、代表作、その中で SF 以外のリル、ゼラズニーってのはかなり強い影響っていうのを、こう、日本じゃない、英語圏のファンタジーゲームにも与えていて、それがこのディルビッシュっていうシリーズです。こう、ヴァンパイアハンター D みたいなイラストがついてますけど、うん、実はこれ短編、ヒルクファンタジーっていうのは、1970年代に、バランタイン、アダルトファンタジーっていうですね、リン・カーターがバランタイン社に出してきたアンソロジーによって、指輪物語などが再評価されるっていう文脈が、60年代か70年代にあってですね、これに関して言うと、でもトールキンの影響をほぼ受けていないとされる、アメリカのハワードとか、プリッツ・ライバーとかの流れから来ているファンタジーで、しかも短編全部。という形であります。ですが、
パルプファンタジーっていうのは非常に泥臭くて野蛮なものなんだけれども、こうゼラズニーのファンタジーっていうのはもっとかっこいいんですね。で、汎用性で地獄に落とされたアンチヒーローとしてのディルビシュっていうのが主役であって、強端な黒馬ブラックの遍歴、馬がね一卒できるんですね。それとの一つのまた旅物になっていて、これはファファード&グレイマウザーっていうフィッツライバーのこう戦士と盗賊のコンビみたいなものが、こうダークヒーローと馬というコンビにおいて置き換えられているという話です。で、実はリザラズニーはこう最初期からそれを書いていて、で80年代70年代の終わりからファンタジー強く出して商業主義的にこう堕落したというふうによく言われるんですけれども、実はあの60年代からやっていると。で、その短編はあの全部そこにあの1冊目の地獄に落ちたものデルビッシュというのにまとめられているんですね。地獄に落ちたものっていうのはこれ黒間久志っていう人がですね、地獄に落ちたもの落ちたものって訳当てるのがザ・ダムンドですね。英語で言うと呪われたものとかですね、それが、そう訳されていて、黒間役って非常にです特徴的な役で、あの原文に無視して容赦なく会議をする流れが合ってればいい。いや、役はね正確でした、結構チェックした、短編一つ細かく読んだけど、会話に合わせて役を、だから元々会話が多いのにさらに会話が増えてる、あとはあのクエスチョンマークとねエクスクラメーションマークを使わない、カタカナ語もほぼ使わない、というですねこだわりがある。面白いね、それはまあ正しいですね、ある意味。まあニューロマンサーとかを見ていただければよくわかると思うんですけど、黒間久役ですね。あのまあ評判はいいですが、あの役はでも正確だった、かなり見ますと。それはともかく黒間役で出ているもので、短編全部長編全部で、これは実は、ここに集まっている、これはヒロイックファンタジーっていうのが非常に体調した時期にも発表された作品がありまして、その時にゼラズニーにディルビッシュを書かしたっていうのがケン・セント・アンドレっていうトミザントローズのデザイナーであったと。で、ゼラズニーをと手紙のやり取りもしていて、ゼラズニーの書評も書いてるんですね、ケン・セント・アンドレ。それが、ソーサラーズ・アプレンティスっていう T&D を書いてくれました。いや、すごい、あの光の王の作者が書いてくれたとか大激推しされてる。あ、やっぱりそういう感じなの。そんな感じなんです。で、テスがですね日本の SF 分断 RPG を非常にバカにしているので、書誌情報みたいなのがセミプロ人とか書かれてるわけです。同人誌で書かれてる、ね。ああ、まあ、ではないですよね。まあ、確かに。いや、プロ人で。しかも、こっちですね、長編。これは、唯一の長編で、しかも、これ、あの、クトゥル神話ものなんですね。要素が入ってくるものなんですけど、ここでは、なんとですね、あの、書誌的な情報というのか、あの、ソーサラズ・アプレンティスの発行人に、僕の見たこともない人が発行人になって書いて、書かれている。うん、だから、間違ってる。ああ、単純に。情報が。そうそうそう。で、まあ、時代を考えてるとしょうがないんであるんだけど、現物は多分ね、当たってないんだよね。ソーサラーズ・アプレンティスのね。まあ、そういった状況であるという話です。で、これがディルビッシュ。このディルビッシュって名前が多分、あの、エルビッシュと、あの、スーフィーの修行所の方のデルビッシュ、ダービッシュってやつね。あの、ダルビッシュ、ユーのダービッシュ、ダルビッシュの方ね。あの野球というと、はい、そこからも多分撮ってると思われますが、これ非常に斬新なアクションになっていて見るべきものがあります。これは次ポール・デッドスン、これは純粋なファンタジーではあるんですけど、実は一冊目の瀬戸さんが読んでるやつっていうのは異世界往復ファンタジーなんですね。異世界に召喚されてしまったっていうもの。いや、これって実は日本のラノベで今メジャーって言われてますけど、ずーっとあってですね。パルプ小説や、いや違う、パルプ小説の伝統であるって、うん。ああ、そういうことですね。はい。ですから、そういったものを参照してないものは僕は関心持てない。なるほど。ですけど、70年代の終わりのゼラズニーっていうのは、あの、単にそれをやったんやで、イラストとセットで組む世界を作っていて、それがもう一つのポル・テッドスっていう話ですね。これなんですね。70年代に送るゼラズニーっていうのは、
実験的な作風っていうのを撮っていて、ロードマックス、これサンリオから翻訳があって、これ名作です。これ映画化権撮られていてですね、映画になると思います。まだ出てるか分かりませんが、あ、じゃあテレビ配信ドラマかな。しかもドラゴンが出てくるかっていう理由で撮られてるみたいなのよく分からない。でも非常に前衛的な内容で、カットバックが屈と多元、まあ、カットバックって時間的な前後、うん、でロードマークスっていうのは抽象的な道があって、実はゼラズニーっていうのはね、わからなくてごめんなさい、地獄のハイウェイっていう小説が早くに書いていて、これはマッドマックスの原型ですね、簡単に言うと。ダムネーションアレイっていうですね、タイトルであるんですけど、ポストアポカリプスな世界で、ある地点から地点まで、こう、決死の補給隊が行くみたいな話。マッドマックス同じ。なんか、下手な映画になりましたよね。そうそうそう、そのイメージを提供している。で、それが、その道がですね、いろんな時間軸の結節になってるっていうのがロードマックス。それとアンバーっていうですね、いろんな神話をこう入れている世界、しかもそれはシェイクスピアの、この世の裏に実は別の世界がある、人生ある影、哀れの役者っていうイメージを受けて、実際こう登場人物のオペラとか出てくる。で、ポール・デッドソンのその要素が全部入っていて、しかも異界に召喚されるっていう、でも取り替え行されるっているっていう、うん、発想になってくるっていう話であります。ただこれは商業的にはうまくいったんですけど、非常に酷評されるんですね。酷評したのは誰かというと、これはグレッグ・コスティキアンって人であります。ここまでの話はそこに繋がるんですよ、ね、何の話をしてるんだなと途中まで思ったら、そういう話なんですよ、はい、グレッグ・コスティキアンはアレス・マージンというですね、 SPI のゲームのサポートして、うん、まあ、後に TSR 書いてるんですけど、ね、そこでね、SF ファンタジー辞表をやってるんです、でゼラズニーを頻繁に振り上げて、うん、ロードマークスは高く評価する、うん、で、実はこのポルデッドスを結局結局にしてるんですね、うん、はい、単なる顔がない、キャラクターには顔がない、はい、しかも二元論であって、ゼラズニーに期待していたものにはここには何もないみたいなですね。で、現実世界と異世界が対比させられているのに、現実世界の体験が異界に深みを与えていない、うん、というような結論結論に書いていて、キャラクターには顔がない。で、なんとこれはこう第3作を匂わせる形で終わるんですけど、生前にずらずに描かれていない、うん、で、多分この批評も国評の代表作としてできたのがコスティキアン、はい、というわけでやっぱり影響を与えていないとは思えないわけですよね、うん、というわけで、なかなかこうゲームとですね、ファンタジー小説の間の難しい関係っていうのを思わせる。コスティキアンはね、口は悪いですからね。いや、正直ね、パラノイアの前だったんですよ、うん、83年ですから。83、パラノイアよりは前ですけど、結構いろいろ出してますよ。RPG は80、パラノイア84ですけど、うん、SF 系のゲームはもうすでにいっぱい出してますよ。だって、あそこにいたのにスティーブ・ジャックのゲームだと、うん。あれも、あれなんだっけ、シボイガン。あ、シボイガン。シボイガンもそうだし、あと、なんだっけ、全然タイトル出てこない。だから、当時のゼラズニーを支えていたのは RPG コミュニティなんですよ。読者そう、明らかにそうなんです。ファンタジーはもうね。ですが、その中でもコスティキャみたいな人にとってやっぱり堕落に見える。うん、